Tくんチャンネル。はい、どうも、Tくんです。本日も Tくんチャンネルに行きたいと思います。はい、本日なんですけども、今ね、私アベノのキューズモールの3階に行ってます。キューズプラネットの、シープラっていうね、ガチャガチャ専用のお店があります。今卓球の、バタフライガチャポンっていうのが流行ってて、たまたま僕ここ来て見てて、それだけガチャガチャ回したんですけど、それ以外にガチャガチャすごい面白そうなやつがあったんで、で YouTuber も大歓迎っていう風に書いてたんで、今回撮影に来ました。それではどんなガチャガチャがあるんでしょうか、行ってまいりたいと思います。それではどうぞ。なんと830種類のコンテンツが、ここにあります。これとじゃあ早速どんなガチャがあるか見ていきたいと思います、うん、すごい種類あるからな。呼び出しボタンコレクションとか。でもこれじゃあ400円ってやや高っていう電車運転台とかあるよ。でしかもこれ音声なんねんな。あただちょっとな、買っても多分あまり使わなさそうやけど、どうせならな、ちょっと実用的なものをそやな、できればね。ガチャガチャってどんなイメージある？もうでも、もう何年もやってないかな。マジで俺、ガチャガチャのイメージってもうスライムやねん。さあ、これ練り消し練り消しとか時代めっちゃグッド。あったあった。カード出すとかもあったよな。ああ、そうそうそう、カード出すあった何のカードか全く覚えてないけど、さあ、シルバニアファミリー被っとるよな。絶妙なラインのやつとかもあるし、まあ、俺らが求めるのは奥の方か、うん、実用性な。やるんやったら実用的なやつをガチャしたいんで、うん、このキャンピングランタンをやっていきたいと思います。これはね、さすがにデスクとかでも飾ってても、ねうん、ライトになるんで、ちょっとこれ部屋暗くした時とかな。そうそうそう、ちょうどいい明かりかもしれないし。じゃあちょっとこれやります。カード出せ、カード出せ。おお、めっちゃしっかりしてそうやん。お意外とガチャガチャ開けるのはね、立ちながらは難しい。こういう組み立てるの俺めっちゃ苦手なんだけど、それはまあ頑張って。え、どういうことか。わからん。ちょっと待って、わからんねえが俺。だってさ、これもう一個あんねんで。どういうこと？全然わからん。やろうか俺。ちょっとやってやって。明らかにパーツがダブっとって、同じパーツが2本あるんだけども、これ違うんですよ。間のつなぎのパーツがないんです。いや、ほんまにな、これちょっと不良品やな。そんなバカなことあるかね。300円で文句言わへんけど。もう一個いんねん、ここに。確かに。ここにこう、こう垂らされるもんなんやけど、これはちょっと言った方がいいな。もう同じやつがこれ日本やから、ならないんだよ、これ。お店の人に確認してもらったら、部品がダブってて組み立てられなかったんで、取り替えてもらいました。まさかの。びっくりした。あんなこと初めてやったから。Tくんの不器用が発揮されただけかと思ったらちゃうかった。いや、俺は不器用やけど、ほんまにおかしかったね。さすがに説明書見ながらやったらできるから。はめる。おお。だからお出来上がり。おお、すげえ。こんな感じか。これ結構暗いところやったらいいんちゃう、うん、ロマンチックでいいやん。うん、いいやん、ええやん、いいやん。オッケーオッケー。さあ、お次は、ああ、パキチの廃材やった。ドライバーないやん。ドカンやん。いやー、ちょっとな、選ばない。なんか、物珍しさを狙っていこう。おう、基本物珍しいものってばっかりやけど。うん。電柱とか。こちら、セルフレッジ。はい、決まりました。次やるのは、海鮮の世界。
3ですね。3、2、1は何なんやろうな。はい、じゃあ早速やります。一番下にあるから人気ないやん。あ、でもこれだけなら200円なんだよね。え、ちょっと待って、しょぼそうなんでできたけど、ちょっと開けてみよう。じゃあちょっと開封動画見てみようかな。じゃあ開けていきます。テープとか貼られてるんでね、これ一回取らないといけないですけど、はい。お、だいぶ早なったな、開けるの。慣れたね。慣れた。見て、ほら、コンセントあ、刺さった。え、しょぼえ、これ何なんな、どんな種類があるのこれ。パソコンがあたりなんちゃう。なるほど、パソコンあたりやな。マウスとかな。これね、だいぶ外れやね。充電器やもんな。うん、しょぼいしょぼい。携帯充電器やもんね。やば、これは、これ一番下にあるわ、ガチャガチャなんだ。やば、しょっぽ。はい、続いて、次は学校のチャイムやっていきたいと思います。音があるもん、多分。はい、で、ちなみに多分これ音が多分4種類あって、1組から4組まであるんですよ。奴隷3年2組やったから、ちょっと2組を聞きたいと思います。それ中学の話。え、うん、中学の話。高校は俺ずっと1組やったから。はい、じゃあ開けよう。開封動画。2組じゃないな、この人。3組？なんか3組っぽいな、色的に。とか色はよくわからんねんけど、白でもないし、クリーム色やもんな。まあ、3組っぽいけどね。うん、いただきます。普通の音やな。なんか気持ち悪い音だね。なんか音程おかしくない？あれ廃校寸前のさ、あの学校の音や。キンコンカンコンじゃなくて、キンコンカンコンみたいな。なんかホラーやね、ホラー音色が。でも5時間目か6時間目終わった後、なんかこんな音になりたいけど。もうよし、じゃあ最後に1回何かやるか。 OK、 最後はもう2回連続、2回連続でやります。一番気になったのがこのマグネットの山手線の駅名判断、ね、これね、あのマグネットにして光るやつなんで、これで一回やってみたいと思います。これは300円で1回です。いきます。ちっちゃどっち行く？あの事務的なハンコで社内恋愛をしたいんで、そうです。ちょっと社内恋愛したいんで、ちょっとこっちの方やね。反抗がちょっとまあまあすごい面白い文言が、あの、下手したらこれセクハラで訴えられるんじゃないかっていうようなこう文言の反抗です。いつも使ったんぞと。まあ、事務的っていうかあれやけどな。これ事務あんま関係ないけど。いただきます。よし。はい、じゃあ開けていきます。はい、まずはね、あの山手線のマグネットから開けていきます。1日でカプセル開けるのがうまなったもんやで。お、新宿やん。あ、いいやん。メジャーな駅でよかった。渡りちゃうか。メジャーな駅やん。新宿渡りやろ。でかいな。お、ついた。光るんや。すごい、サイズ的にね、僕の顔と並べたらこんな感じ。お、ぐらいのサイズやな。ねえ、これいいやん。お、これ一番今日渡りちゃうか。そう、これマグネットやからさすがに無理。まあ、どっかに行かれるやろ。っていうね。おう、これは当たりや。これ当たりやな。よかったよ。はい、皆さん、感じのめちゃめちゃ気になる ね、事務的な反抗。明らかに怪しい文言でしたけど、さあ、どんなセリフが入ってるのか。あ、割とちゃんと反抗やん。これ200円っすよ。これはありかな、結構このサイズ感でめちゃめちゃちゃんとハンコやん。これは資料室で割ってる。もうね、全然普通のやつなんですよね。ちょあんた手のひら出しなさい。いや、何も映らんから。
こっちの方が嫌だ。あ、大丈夫だ。大丈夫だ。っていう。主肉があれば、ちゃんとこれが打てると思う。いらねえ。言うな。俺が欲しかったわね。もうただの同僚とは思えない。ああ、なるほどね。うん、欲しかった。欲しかった。はい、この皮になったカスマッチをここに入れるんですけど、これなんか結構面白いんですね。いきまーす。あれ全然入らんかった。もう一回やろう。うん、綺麗に入れ。ああ全然あかんかった。こんな奥無理やんな。こんなとこ入らへんわ。どこに入ったらこれ正解だ。奥のあれやろ、筒みたいなとこ。ああここか。あとここね、結構面白くて、こうね、そうこういうちょっとディスプレイがあるんです。ミニチュアのディスプレイみたいなのが結構あって、こことかね、自分で飾ってなんかね、この辺は特になんもないけど、うん、めちゃめちゃ可愛いやん。これとかね、こう自分で今買ったやつをこう並べて写真撮ったりとか。ガチャッと回して好きな背景を選んで写真を撮って投稿で、でこれインスタグラムで、あのシャープでシープラおもしゃっていうのでやったら映える写真が撮れるんじゃないっていう。はい、お疲れでした。いかがだったでしょうか。はい、シープラのね、あのヒューズモールの3階なんですけども、前行った時めっちゃ人少なかったんですけど、今日行ったらめっちゃ人って、これすごかったね。これほんまに YouTube 撮ってええんかってなって、一応確認したら、あのシープラ自体はあの全店舗 YouTuber さん関係っていうことだったんで、皆さんぜひガチャガチャの YouTube 撮りたかったらシープラさんに行ってみてください。で、あれで確かね、あの340かな、340から60か忘れましたけど、それぐらいの種類のガチャガチャがあります。で本当にね、どうでもいいガチャガチャからこう面白そうなガチャガチャまでちょっとあって、配線の世界とか電柱のやつとか、こうそれだけあって何に使うねんっていうね、ガチャガチャばっかやったんやけどな。やっぱジオラマとかそういうことなんかな。そうそう、だからあれを集めてなんか一つの街を作るとかっていうことかね。いやとは思うねんけど、だってあれだけあってもしゃあないやんか。配線とかもいらんやんみたいな。そうそうそう、しかもね、あの1回がね、安かったら200円で、高かったら500円なんで、うん、光るクラゲって1回やってみたかったんですけどね、1回500円めちゃくちゃ高かったなんで、光らせるというギミックが。皆さんね、あのぜひ1回ケーズモールの3階行ったらいっぱいガチャガチャあるんで、卓球のガチャガチャも前僕引いたんですけど、あのそれもありますんで、ぜひあの卓人も、行ってみてきてください。はい、それではこのチャンネル見られて気になられた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、See you!